もうやっつけたい、もうここはチャンスだぞっていうのをしか考えてなかったです。だからやっぱりプロになってそれが恩返しもそこではできるんじゃないかっていう、いい話やないか。でもやっぱりこうワールドカップにもやっぱ出たかったわけじゃない。そうですね、そしたらやっぱりワールドカップに出て、まあ、2002年の時と、まあ、2006年の時とってい こう違いってある？まあ、2002年の時は僕が代表に入って、うん、もう1年目でもうすぐワールドカップだったじゃないですか、そこがやっぱりもうチームができてて、そこに僕が入っちゃったみたいな感じだと思うんですよね。逆に2006年はもうずっと2002年ワールドカップ終わってからやっぱり2006年に向けて4年間ずっとこう、まあ、頑張ったっていうのも、やっぱその違いが大きいんじゃないのかなと思うんですよね。もっとこう選手も分かるし、もっとこう戦い方分かるし、もっとこう経験にもなりましたね。でも2002年のあのトルコ戦の俺ポストに当てたやつはもうフリーキックね、いまだに覚えてんだけど、いやだからあれが入ってたらどうなってたかっていつも思ってた俺のサッカー、そう人生変わってたよ、人生が変わってったのかなっていうのを思うんですよね。じゃあ2002年はやっぱりフリーキックじゃないけどさっていう印象なのかな。2試合しか出てない、4試合の中で2試合しか出てないんで、で2006年の方がやっぱりこう3試合フルに出てるので、まあ、そこはやっぱりこう、違うね。もちろん2002年の方が、あのベスト16に入ったじゃないですか、ホームだったしっていうのはもうワクワク、その日本のサポーターのこう熱っていうのは感じたのはすごいこう良かったし、でも2006年もすごく楽しかったです、俺も2006年楽しかったけど、やっぱり俺はオーストラリア戦だと思うのね、こう、YouTube でも結構言わせてもらってるんだけどやっぱりその2006年のことをちょっと聞きたくて、やっぱあれ的にはオーストラリア戦をこうどう見た？すごいこういい試合をしたっていうのは思うんですけど、90分じゃなかった、もう70分ぐらいでもうスタミナ切れたみたいな感じに、最後の15分、最後の方はもうなんかこうあまり力がなかったっていうか、緊張、まあ1試合目だったから緊張感ももちろんあっただろうし、もうずっと最後の方はもうずっと攻められてて、まあチャンスはあったけど、なんかその力はちょっとこう足りなかった、その子、90分通してのマネジメントができてたらもしかしたらっていうのもあるって、守りきれたかもしれなかった、まあ点取れそうだったからやっぱ攻めちゃうから力使っちゃうもんね、そこで確かにあれもこうね結構な距離こう上下運動してるから、大変だったろうね。じゃあその2戦目とか3戦目はどういう気持ちやったの？俺はもう、こう、落ち込んでたのがすごい強かったんだけど。やっぱり、まあでもみんなそうじゃないですか。1試合目が、すごい大事っていうのは、もうずっとね、ワールドカップの前からも、ずっと、いや、オーストラリア戦に絶対落とさないといけない。まあなんでかっていうと、まあ、3試合目はブラジルだしね。そう。2試合目も、クロアチアになったし。だから気持ち的にの切り替えはできたとしても現実はやっぱ厳しかったんだよね。クロアチアとブラジルに勝たないといけないっていうのはやっぱり俺らの仕事はさらに難しくなったっていうのはあったね。別にそこで勝てないとか自信がないっていうわけじゃないんだけど、やっぱり気持ち的にはオーストラリア戦に勝たないといけない、あ、勝てなかった、その切り替えがやっぱり3日、4日しかなかったんで、早くその気持ちを切り替えてクロアチアに向かえた、でクロアチアも勝てなかったっていうのはちょっとどんどん難しくなっていったんだよね。逆に自分たちのペースでやるよりもう勝ちに行かないと、勝ちに行かないとっていうペースでやってしまう、
でもね、こうアレックスならではっていうか、アレックスの気持ちを聞きたいんだけど、うん、こう3戦目ブラジル戦じゃない、ワールドカップでブラジルと対戦する時の、うん、あれの気持ちっていうのをこう知りたいんだけど、どんな感じなの。僕としては、うん、やっぱり、ね、世界一のチームに勝つっていうのを、うん、もう逆にすごいこう、もうモチベーションなの、モチベーションが高かったんです。でもちろんほら、試合の前の国歌とかあるじゃない、うん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 、もう日本人になって日本の国歌を聞いて、うん、でちっちゃい時からずっとブラジルの国歌を聞いてたの、うん、聞いてるじゃん、すごい不思議な感じだったんですけど、うん、でもやっぱりもう絶対悔いのないようにって思ってたんで、うん、もうやっつけたい、もうここはチャンスだぞっていうのをしか考えてなかったです。そうだね、まあまあ残念な結果になってこう敗退していくわけだけど、うん、引退に向けてっていうと、あれはじゃあブラジルでこう仕事をしていこうっていうふうには考えてたの？いや、最初はやっぱりこう、うん、日本でサッカー人生をこう終わる頃に、うんまあ、ブラジルでちょっとこう変えて、まあ、親孝行したいなって思ったんですね、うん、だから一回選手で変えろうっていうこと？そう、まあ本当は選手で変えるっていうのはもう日本でもこれ以上もう終わりですって思って、うんうん、でブラジルに帰ってきたらまたここでチャンスを与えてくれたんですよね。だから地元でプロとしてまだやったことなかったし、自分で育ったクラブで自分地元のスタジアムで出たことなかったんですよ、うん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 、まあ、またそのチャンスが現れてきて、しかも自分の親、自分のお父さんとお母さんの前で自分の生まれたところでサッカーができて、うん、親にも連れてこれて、もうあだから選手、うん、だからやっぱりプロになってそれが恩返しもそこではできるんじゃないかっていう気持ちになったってこと、ね、うん、いい話やないか。その時に思ったんですよね。例えばあのマリンガーというクラブに、うん、やっぱこうお金もそんなになかったし、その、うん、ワールドカップに出た選手をまたここでやるっていうのは今でもない経験なので、うん、アレックスはここでやるの？このチームでやるの？っていう疑問もいっぱいあったんですよ、うんうんうん、でもやっぱりお父さんでこのクラブで優勝したことあるということで、でその時にお父さんの前でそうやって僕がお父さん着たシャツをそこでお父さんを見れるっていうことは、やっぱこうお金で払えないことなんだ、うんうん、だと思ったんですよね、うん、まあ、給料別に本当にこうもう本当にもう 2,3 万ぐらいしかもらってなかったんですよね、給料、うん、マリンガーとしては、うんうん、でもこれはお父さんにはあの僕に教えてくれたサッカーをこれで恩返しできるんじゃないのかなって思いましたね。ああ姿を見せてそれが恩返しっていうことだ、はい、そこでやって、うん、一つこう習ったのは、うん、まあ、僕はずっとこういい環境で、うん、まあ、サッカー選手として育ったなって思うんですよ、日本で、うんうん、なんでかというと、もう本当にいろんなクラブ、でプレーしたんですけど、いろんなクラブでもしっかりしてたし、給料も払えたし、サポートのサポートがあったこそ育った選手だったから、まあ、そうやってブラジルに来てサポーターもいるけど、クラブはそんなに大きいクラブでもないし、うん、そこの苦しさと、またこう、うん、また違う意味でこう覚えることができたんですよね、うんうんうん、だからそこでサッカー選手じゃなくてもうセカンドキャリアのことを考えて、もしちょっとこう、サッカーで続けたいんだったらこういうクラブでやっていくのも勉強しないといけないんだなっていうの、なんでかというとブラジルでやっぱりこう日本っていうイメージっていうのはすごいこうしっかりしてて、うんうんうん、で選手の契約もいろいろ問題にならないし、うん、もうダメだったらダメ、 OK だったら OK っていうのをしっかりしてて、
ブラジルではやっぱりクラブっていうのはうまくいかないと選手が払えなかったり、クラブが潰れたりとかあるから、やっぱり日本でそういういい経験があって、ブラジルにそういういいことをこっちにも連れて行きたかったんですよね。まあ、そういう意味でも何、このアカデミーはブラジルでやろうっていうのはブラジルで選手してる時に考えが出たの？ちょっと考え始めて、いやでもこんな甘くないねだブラジルでそんな簡単に選手育てないなっていうの、お金がない、場所もない、選手払えない、例えばグランドもちょっとこう行くのは選手がお金がなくて行けない、じゃあどうすればいいかっていうのもやっぱあるからこっちで、だからまあそうやって選手たちに、まあ、僕もやっぱりちっちゃい時、若い時にチャンスを、日本からチャンスを与えてくれて僕がプロになったわけだから、だから僕もここで選手たちにそのチャンスを与えることができたらいいんじゃないのかなって思うんですよね、今でも。じゃあそれを今続けていって、まあ、だからプロの選手が出てきたらいいね、はい、もう4人出てます。そうなんですよ、これの今もう今年で4年目なんですけど、もう4人がもうプロビッグクラブに送ることができました。おお、すごいね、これからも楽しみだね。じゃあそうなんですよ、本当はその4人の中で1人ちょっとこう日本に連れて行きたかったんですけど、でもやっぱりブラジルのビッグクラブも、早いので、すぐ取りに来るんですよね。ああ、なるほどね。いや、でもちょっとこれからだからもっとね、いっぱいプロの選手も出てくるだろうし、はい、そしたらあれが育てたってこうやって言うってこと？まあそうやって言われるとね嬉しいですね。でも僕が やってるのは、僕が育つっていうより、その選手にいろんな気持ちをこう理解していくとか、結局、まあ、神様がね与えてるものだと思うので、まあ、僕がその道にこ うまくこう教えていくかどうかっていうのをやっていきたいんですよね。なるほどね。じゃあ楽しみにしてるわ、いっぱい出てくるの、はい、でもあれさ、日本に帰ってくる気はあるの？あります。まあ仕事とか、まあ仕事でもそうですし、まあ、もちろんサッカー関係のも、日本でもやりたいなっていうのを思います。ただやっぱりここでやっぱそのアカデミーを作ったわけですから、しっかりここで整って、しっかりこうそのアカデミーをこう一人で走れるように歩けるようになったら、まあ自分でここで、じゃあ自分の仕事をここで、できたなって言って次の仕事に行きたいんですよね。まあそれが日本かブラジルかわかんないけどって感じ。やってることがすごい楽しいし、いろんな選手を育つことができているので、育つっていうことをすごいこう自分にも、すごいいい勉強になっていると思うし、だからこれも、またこう日本でも、海外でも、できるという自信をどん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 つけてるんで、だからまた日本でも、そういうのをやっていたらいいなと思ってます。じゃあ楽しみにしてるよ、日本で会えること、はい、あと全然関係ない質問かもわかんないんだけどさ、はい、あれ日本人じゃん、はい、そっちで仕事するのはビザ何？僕はブラジルで生まれてるので、ビザはいらないです。なんかルールがあるんですよ、ブラジルで生まれた人は、こうそのままこうビザを取らないといけないっていうのはないです。じゃあ日本人に帰化したとしてもビザはいらないで生まれてるから、はいはい、仕事ができるってことだ。ただそれをブラジルの中だけですね。ほうほうほう。ここからもし出るとしたらもう日本パスポートです。なるほどなるほど、はい、ブラジルで仕事するんだったらブラジルで生まれてるから OK だと、はい、でも違うところに行くとなったら日本人として、はい、やらなきゃいけないんだ。はい、そうです。ほう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 、そういうことね。
でも、よかった、話もできて。いやー、話できて。久しぶりだったですね。久しぶりだったな。いいよ。懐かしいわ。いや。福さんといい思いも、辛い思いもあるし。いや、それが楽しいですね、やっぱサッカーでは。そうだよね、何年も会ってなくても、久しぶりに会って、また昔話したりさ。うん、未来の話したりとかっていうのがやっぱ楽しいよね。いや、それが楽しいですよ。だって昔ってほらエスパルスとジュビロ、まあ今もそうなんですけど、そのライバル意識とかもあるじゃない。ある。それはお互いがね、自分のクラブで戦ってるっていうのはあるし、でも今度はまた代表で同じチームで同じ、同じ目標で頑張るっていうのは、それがすごいこう、一番楽しかったなっていうのは思うんですよね。そうだね、敵であり、味方であり。今度は福さん俺に削ってこないんだよね。ちゃんと俺にパス出してくれ出してくれてるんだって。そうか、全然違う人やんって。優しいじゃんみたいな。いいね。またサッカーできたらいいね。ねえ、またやりたいですね。ねえ、はい、まだ元気で、それまで元気でそっちで頑張って、はい、応援してるよ。頑張りましょう。うん、ありがとう、はい、今日は。はい。うん、またね。またお願いします。はい、ありがとうね。はい、チャオチャオ。